皆さんニーハオ、元軍人ヨッシーです。ホタルビの庭実況を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、前回はなんだっけ、ホタルビの贈り物を一つ取り戻したところで終わりましたね。ルイ姫のお城みたいなところ、まあボロ屋敷だけど、ここはすごい人形がある、人形が人形を集めているやつで、そこでまあいろんなちょっと脱出ごっこかなをして、まあ無事に勝って取り戻して。で、次に行くのがもう一人のなんか、まあ四天王みたいなやつがいるんですけど、異国のなんかバラ貴族だっけのところに行ってみたいと思います。ということで、まず出て、異国のバラポストになんか入れると招待状、ピューンっていけるらしいので、まずポストあった。これに入れればいいのかな？これ見たポストがある。ポストってこれでいいんでしょうか？俺は使ったことがないから何とも言えないが、多分合ってるんじゃないか。バラの招待状を入れてみようか。入れる。宛名を確認。異国のバラ園ですね。かしこまりました。わあ、すげえ。本当に来た。すごい。本当に移動できました。ポストにはこんな機能があったのか。志願でよく見かけてはいたけど知らなかったな。瞬間移動できるのはこちらだけだと思います。それよりここは異国のバラ貴族さんのいるところなのでしょうか。おそらくな。ここには入り口も出口も見当たらない。ルイ姫が言っていた通り、誰にも見つからないように隠された場所みたいだ。そういえば異国のバラ貴族さんはどんな方なんですか？先ほどは変人だっておっしゃってましたが、その言葉のままさ。あいつは、異国のバラ貴族は海の向こうからやってきた妖怪だと言われている。おう、いえ！海の向こう？ああ。もともとこの町には旅人や流れ者がよくやってきていたが、海の向こうから来たのは奴が初めてだった。あまり見かけない風貌もあって、初めは神倉街で浮いた存在だった。だが町で過ごすうちに、奴は意外といい奴だということが知られるようになった。丁寧な振る舞いである上に、困っている者に手を差し伸べ、女性に優しく紳士的な奴だと。それからここに溶け込むのにそう時間はかからなかった。だが奴は一つやってはならないことをした。やってはならないことあろうことか、奴は神倉街の女性という女性にナンパした挙句、結婚を申し込んだんだ。結婚。そうだ、町一番の美人から茶屋の奥さん、通りを歩く娘までありとあらゆる女性に。もちろんそんな軽い男の求婚に応える女性は一人もいなかったわけだが、奴はその一件で神倉街中の男たちには目の敵にされ、女性たちには見向きもされなくなって悲しいよ。そして奴は自分の家に引きこもるようになったって話じゃ。ただの引きこもりやん。ジャポン怖いところ、大和なでしこ冷たいと言い残してな。少しかわいそうですね。それはどうだろうな。噂では女性恐怖症になったとか聞いていたが、ル姫の話だと気に入った女性を家に招いてお茶会を開いていたようだし、案外懲りてないのかもしれないぞ。気に入った女性、もしそれが本当なら会って話を聞いてもらえるでしょうか。やってみないとわからないさ。それともここで諦めて帰るか。いいえ、君ならそう言うと思ったよ。最高か。ジャポン怖い、大和内事故冷たい、愛人やんもまんま。迷路式な感じ。追われるってことないよね。このバラのせいで先に進めませんね。ちょっと見せてくれ。あら、バラが消えた。それにやはりな。このバラは他のものと違って奴が作ったものみたいだ。美しいバラだがとても壊れやすい。それにここでなら俺の術もそれなりに使えそうだ。ここからは俺が先を歩こう。おっ、これ全部消した方がいいのかな。なんだ、余裕じゃない。あんま消さないようにしよう。かわいそうだから。あ、ミスだ。こっちだ。右から行くべきか。ってことは、こっちか。そうだね。こっちから行って。あんまり彼のバラを壊さないようにしたいけど。ほい、とい、とい、とい。はい。着いたよー。で、引きこもりの家到着。ここがあいつの屋敷みたいだな。いい家じゃん。でっかっ。引きこもりすごいね。バラ一杯よ。どんなキャラなのかしら。大きいお屋敷。バラ貴族さんいらっしゃるでしょうか。すいません。うるすか。え、この香りバラなんだろう。すごく気持ち悪い。息が苦しい。クチナさんどうした。紳士たる者、天使ちゃんから目を離しちゃダメですよ。お、じゃないと私がもらってしまいます。誘拐だ。やばい、誘拐だ。クソ、やばい。は、離してください。おっとっと、暴れては危ないよ天使ちゃん。怪我でもしたら大変です。この陶器のように美しい肌に傷でもついたらどうするんですか。あら、華麗に見えてとてもおてんばさんなのですね。あなたは誰。そうでした。名乗らないのは礼節を書いていました。はじめましてレディー、私の名はアルベール。異国のバラ貴族とも呼ばれております。あなたがバラ貴族さん。先ほどは失礼。どうやら私の庭のバラたちがあなたの一頭の下、あいやいやいやい偉さに嫉妬して追い倒したようです。もう苦しくないでしょ。苦しくない。そうでしょ。イケメン。なかなか目赤いけどあまり近づかないでください。なぜ。いろいろなお話を聞いているので。ああ、そうでした。大和なでしこは身持ちが硬いのでした。身持ちが硬い。すいません。思いがけずあなたのように美しい方に会えて私舞い上がっていたようです。花を見れば会いたくなるものけれど、ジャポネーズは触れることや近づくことをとても嫌います。私はそれに気づくまでに何度も振られました。だというのに、私は何度も同じ過ちを繰り返せば学ぶことができるのでしょう。悲しい。これから気をつければきっと大丈夫ですよ。アルベールさん、私はあなたに会うためにここに来たんです。少しお話をしませんか。お話。そうですね。まずはお茶をしながら仲良くなりましょう。実はお客様を呼ぶ予定だったので、紅茶もケーキも用意してあるのですよ。アルベールさん、そんなよそよしいのなしにしましょう。どうか私のことはあるとお呼びください、天使ちゃん。天使ちゃん。天使ちゃん。一方その頃、まさか本人がやってくるとは。でもなぜ彼女。いや、まさかな。整った顔をしているとはいえ、まだ年のいかない子供だし。ロリコン？ロリコン？彼女の身が心配やら、早く助けに行かないと。カードが挟まれている。真の扉はバラの王冠の先に。バラの王冠の先？こっちとかかな。うわ、なんだこれ。迷子だ。上。どうすればいいんだ。バラの王冠ってなんだ。なんか暗号か。バラの王冠、こっちってこと。お、目に見えない何かがある。なんかそんな感じがする。ここか。お、やったぜ。今日は冴えてますね。ここは屋敷の中か。意外と簡単に入れたな。で、どうする。やつはどこだ。開かない、開かないか。それならこの鍵だけ強力だな。この先に入れてこようか。ん、カードが挟まれている。主の名を告げよう。奴の真の名がわからないと開けられないということか。確かダメだ、思い出せない。え、そうですか。日向蛍というお名前なのですね。なんと素敵な響きでしょう。名は体を表すとはこういうことを言うのですね。あるさ、違う。紅茶の味お口に合いませんでしたか。いえ、お茶はとても美しいので、美味しいのですが。どうして隣に。この方があなたの吸い込まれるような瞳に輝く星を一つ一つ数えることができるでしょう。なんと言ったらいいか。ご安心を。先のような無礼は働きませんとも。あなたの持つ拳の鋭さは身をもって味わってますから。そうですか。アルさん、何でしょう。実は私、あるお願いがあってここに来たんですよ。お願い。ホタルビの贈り物をお持ちではないですか。ええ、持ってますよ。手に入れるのは苦労しました。わがままとは思いますが、それを私に譲っていただくことはできませんか。あなたからのお願いでもそれは少し難しいですね。あれは朝焼け色のバラは私の大切な友人のものかもしれないのです。え、おじいちゃん来てんのかな、やっぱ。一方その頃、力ずくで開けるより真の名を調べる方が早そうだな。奴の屋敷の中でどこにヒントあるはずだ。アルベールじゃないの、違うの。はい、探す。開かないよ。よいしょっと。よっしゃ、開いた。お邪魔します。あら、何これ、何これ、怖っ。ビリヤードやる。玉突きか。よく見るといくつかの頭に血のようなものがついている。え、146712、146712、なんか関係あるのかな。146712。ご主人様の本名知らないね。名前は知らないけど秘密なら知っている。隣の部屋に不自然に開いた本棚があるでしょ。あそこに決まった本を何冊か入れると隠されているご主人の部屋に行けるの。教えたことをご主人様に内緒ね。146712だっけ。146712、なんか関係あるのか。ここ異国の本が並んでいる。ん、ここだけ不自然に開いてるな。数冊分抜き取られたような空きがある。ここに入りそうな本はねえし。ってことは本を集めてこいと。うお、びっくりした。おお、びっくりした。お前ふざけんなし。ご主人様、俺たちにも優しいのはいいんだけど、忘れっぽいのがたまに傷なんだよな。この前になってぶどう酒のグラスをなくしたというから、みんなで探した花の中にあったんだぜ。大事なものをあちこちに置き忘れるから、俺たち召使いの仕事は探し物ばっかりさ。ってことは本がどっかにいっぱい置いてあるってことか。こっちはこっちは。よいしょっと。よし。召使いが真っ黒クロスケみたいな。これだ。本がある。よく見ると背表紙に番号がある。この本を手に入れた。寒い寒い。本を探す。いい家だねこれ。住みたいよ。ヨッシーも。おおいって言ってた。綺麗なキッチンでしょう。ご主人様はぶどう酒はお好きだけど、お食事はほとんどされないの。え、何食ってんのじゃあ。持っていこうか。持っていく。持っていけるものは全部持っていく主義です。ってことは、ここに入れるのか、もしかして。つけよう。なんかあんのかな。優しく燃えている。だからなんやねん。ちょっと手伝っただけじゃん。とりあえずここ何もないな。2階か。じゃあよいしょっと。よし、お邪魔しまーす。なんだお前。ご主人様の真のな、俺たちみたいな下っ端が知ってるわけないだろ。すいません、ほんとすいません。いいお布団。あれキーじゃねえし。おおっと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 、びっくりさせるね君たち。ゴシ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 手あるの。ご主人様はお風呂好きなんだ。昔ご友人にお風呂の良さを教えてもらってからハマったみたい。じゃねえんだよ。本がない。本一冊しかないの。とりあえずまあ、とりあえずどうすんだ。とりあえず本戻そう。本ねえし。なんだ。本の間に封筒がいくつも挟まっていた。へそくり。我が愛しの桜子へ、ザキノ様へ、バラの園より愛を込めて、カイハイ、アサギへ、松葉様へ。全部女当てじゃないか。お怒りモードです。同じ男としてライバル心が。お、7の本と13の本を手に入れた。え、あとはこれどこにあんの。あと、お、違うか。鼻のところとかに隠されてないかな。ありそうだよね。来た、1の方。それでも全然足んねえや。とりあえず、まあ、あるところは全部調べよう。優しく燃えている。あ、くれたのか。いや助かった、寒くて困ってたところだ。やったぜやったぜ。あとは1本が、よし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 、いい感じだぞ。いい感じだ。もうちょっと多分本があってもいいはずだからね。こっちはもう一回くまなく探そう。よし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 、いい感じだ。多分やっぱあの血のついてるビリヤードの玉関係あるんだろうね。探すだけ探して、よし、もうないかな。そしたらとりあえず行ってみよう。こんぐらい集めりゃきっとハマるだろうという勝手な解釈理論。もう一回花じゃなくて玉を見て、146712 146712 146712ね。1、4、あとは6、7、あとはあれ12がない。あれ12どこ。あれれおかしいぞ。あれ12ねえし、12ねえし、マジ。大事な12がない。どこだ、なんかどこだ、困ったな。あらら、12がないぞ。12どこだぞ。12がなーい、見つかんないよ。12がないよ、助けてよ。どうしてだよ。12はどこだ、なんで12がないんだ。どっかにないかな、困ったぞ。いや、あれ困ったな。一番大切な最後のガラス戸がないなんて。隠し扉とかあんのかな、ないよな。あ、あった。よかった。とりあえず見つけたぞ。ということで、これをあそこにはめれば、隠し扉があるのかな、ご主人の。で、そこで名前を知って入れば、12! 本棚に収めた。よし。すべての本が揃った。よっしゃ！なんだよーし、隠し部屋。